ゆなです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。加入して5年目なんですよ。で、なんか垢抜けたみたいな風になんか言ってくださる方がちょっと最近増えましたというか、のでなんかこうしたから垢抜けたのかなって思うポイントをちょっと今日はお話ししていきたいと思います。ちょっとなんかゆなとお話ししてる感じで、キラキラに見ていただけたら嬉しいです。どうぞ。はい、ということでまずですね、私が外見でなんか変わったなって思うのがメイクと服装なんですよ。まずメイクの話をするんですけど、5年前私の初登場の動画だったり、その時期の動画を見てくださった方ならわかると思うんですけど、とにかく派手なんですよ。もうバチ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 みたいな感じで、本当その時期は特にギャルにすごい憧れてた時期なので、すごいギャルギャルくしたくてめっちゃメイクも濃くしてました。ちょっとその頃の写真をなんか服装も相まってこんな感じで、すごいギャルギャルい感じが好きで、なんか具体的に言うと、もう本当アイシャドウを結構濃く塗って、まつげもなんかダマダマできるのがもういいみたいな風に思ってた時期で、でもうアイラインも長いだけいいみたいなぐらいにして、すごい長くしてて、シェーディングが濃かったんですよ。マットリップをベタ塗りしてたんですね。でもうそれが私流の可愛いみたいな感じだったので、なんか今思うと何やってんだろうって感じなんですけど、一言で言うと濃かったみたいな感じです。今のメイクはというとですね、私が大事にしていることがバランス、あと盛るべきところは盛る、服装に合わせるっていうのをちょっと大事にしています。でまずバランスなんですけど、私さっきも言った通りすっごい濃かったので、全部が濃くてケバいみたいな印象がすごい今見返すとあるなって思うし、お母さんからもケバいよみたいな言われてて、その頃は本当になんかケバいのがいいみたいな本当にちょっとこれ昔の好みの問題もあると思うんですけど、すごいケバくしたいみたいな感じだったので、特に濃い服してたんですけど、今は盛るべきところは盛るっていうのを大事にしてて、まつげ、涙袋持ってます。目はやっぱ大事だなってすごい感じるので、まつげ下地を使ってちゃんとカールキープをした状態で盛る、ダマは作らない方がいいっていうことに気づいたし、ちょっと束感ができてる方が二重幅とかがしっかり見えていいなって思ってます。私は本当に全方向になんかバサ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 みたいな、ダマダマみたいな感じだったので、なんか逆に目が小さく見えてて、盛ったつもりが盛れてないみたいな状態になっていました。二つ目、涙袋なんですけど、昔は涙袋を作るだなんて発想がなくて、とりあえず下にアイシャドウを塗るぐらいの認識しかなかったんですけど、いろんなメイクを試行錯誤してみて、涙袋ここにあると縦長に見えるんですよ。私もともとの目がちょっと横長めなので、縦に盛ることで全体的にこう大きく見えるなって気づいて、涙袋めっちゃ描くの上手だねってお母さんに言ってもらえるぐらいまで涙袋描くのを練習しました。今はこんな感じですバランスで言うとアイラインとリップは私的に顔のバランスを取るポイントかなって思ってて、アイラインはまあこれでも結構多分普通で見たら長いんですけど、描き方をちょっと重視してアイラインはバランスって思って描いてます。でアイラインの描き方なんですけど、垂れ羽でやってます。なぜ垂れ羽にするのって話なんですけど、私二重のこっちの幅があんまりぷくっとしてなくて、こう入り込み式なんですよ二重が。わかります。なんかこうなんかもう天性の二重の子ってなんかぷくっとしてるじゃないですか。私入り込み式なんですよアイシャドウもアイライブなんですけど、ちゃんと描けば描くほど埋もれて目が小さく見えるんですよ。これに気づいたの結構最近なんですけど、なんかそれまでは結構アイラインを太く描けばいいとか、アイシャドウ濃く塗ればいいとか思ってたんですけど、私の場合入り込み式なので、あの濃く塗ると目が埋もれるっていうことに気づいて、この辺まで垂らして二重幅ちょっと太いですよみたいなアピールしてからの、やっぱ跳ねるのは好きなのでアイライン、ちょっと若干跳ねるみたいな感じにするか、本当に垂らすかにアイラインは落ち着いています。リップなんですけど、昔の私は本当にマットをち
オーバーリップ目に塗るのが好きで、唇がねふっくらこうしてないっていうのがずっとねコンプレックスだったので、今でもそうなんですけどベタ塗りしてたんですね。なんですけど一回なんか可愛いと思うツヤ系のリップを買ったんですよ。それで塗ったらマットリップをオーバーリップしてた時よりも唇がふっくら漏れたんです。そっからツヤ系のマットリップにハマって、今こんな感じでちょっとチュルチュルした感じに、で上唇もちょっと M 字っぽく描くんですけど手前印象を与えないみたいな絶妙のバランスになるようにちょっと願いながらやってます。ちょっと最近はやっぱマスクしちゃうので、せっかくのためにとかなるんですけど、マスクするのにちゃんと塗ってちょっと気分を上げるための材料としても塗ってます。メイクはそんなもんかなと思います。メイクをまだしたことないよとか、今してるけどいまいちどうしたらいいか分かんないって方がいらっしゃると思うんですけど、メイクは結構慣れなのかなって私的に思ってて、髪の毛巻くのもそうだし、やっぱすぐには上達しなくて、結構なんか自分に合うメイクないかなって、ちょっと朝30分くらい早く起きて遊びに行く時もこれちょっとやってみようみたいな感じでちょっと研究心を持ってやることが大事かなと思います。で続きまして、メイクの流れで二重についてちょっとお話をしたいんですけど、結構前とかには質問が来てて、二重ってどんな元々ですかみたいな言われてたんですけど、私の二重は元々ではありません。どっちも元々一重で、こっちはね成長につれ二重になっていったんですけど、こっちが一重のままでなんかバランスが悪いと思ってすごい嫌だなと思って、半年ぐらいすごい一生懸命マッサージをして、その後2ヶ月ぐらい発症して二重になったって感じなんですけど、私はむくむとすごい目の形が変わるタイプで、全く二重の幅がつまりですね、私の垢抜けポイントは二重幅が安定したっていうことです。まず昔の目がこちらです。こんな感じで、これグイーンってアップしたら分かるんですけど、二重の始まりのところが内側から入ってるんですよ。これ私もから完璧な二重だと思ったんですけど、むくむ二重だったらしくて、むくむと本当にこの二重って一重になったりとか、なんか30ぐらいになっちゃったりとかすごい多くて、二重が安定しなくてメイクも塗れないし、ここ1年ぐらい二重が結構安定してきて、それもあってメイクも塗れるようになったし、まつげがねすごい上がるようになって、始まりの部分が内側じゃなくてちょっと上からになったんですよ。これはちょっとマッサージとかアイテムとかをちょっとしつつ調整していったんですけど、二重幅が安定するためには温度をちょっと控えるのが大事かなと思います。特に大事な日の2日前ぐらいは糖分と塩分を控えると、顔のむくみがねなくなるなと思います。あと水をね飲むといいかなと思います。それをちょっと気をつけるようにしたら、朝起きた時の目の開き具合が違うんですよ。まずむくんでると結構こんな感じで、開こうと思ってもまぶたが重くてこうなっちゃうんですよ。なんですけど、むくみがないとパッて目開くんです。続きまして、じゃあ服装についてお話ししていきたいと思います。まず昔の服装がこんな感じで、さっきお見せたようにこんな感じで、とにかくカラフル派手みたいな。でこれの他にすごいミニスカートのギャルっぽい感じのお洋服も大好きでよく着てました。このファッションは今でも大好きだし、たまに着るんですけど、服装で何が一番伝えたいかっていうのは、自分に似合うファッションと自分が好きなファッションのバランスみたいなのを取ること。やっぱ洋服決めるときに自分のことをよく知ってるっていうのがすごく大事で、自分が着たい洋服をもちろんね着るっていうのがすごく大事なんですけど、その自分が着たいカテゴリーの中で自分に似合う洋服はどれだろう、自分の体型に似合うのはどれだろうって選ぶと、細見えしたり自分らしくでも体型に合った洋服が着れるので、自分のことをよく知って洋服を選ぶっていうのが大事かなと思います。最近私は綺麗めだったり、ちょっとお姉さんな感じとか、ちょっと可愛らしい感じのコーデにしたいって思うようになってきたので、こういう感じの綺麗めな感じに落ち着いた感じにすることが多くなりましたね。こういうコーデもする
で、もちろん色物を使うのも大好きなんですけど、自分に何が似合うんだろうってまず考えて、この洋服着たいなって思ったものに自分の体型とか、今なんか骨格とかあるじゃないですか、なんか骨格ストレートとか骨格ナチュラルとかウェーブとかあるんですけど、なんかそれもちょっと参考にしつつ選ぶのは大事かなと思います。次に日常生活で気をつけたことなんですけど、まず一つ目が笑顔なんですよ。これすごい私的大事な、一番大事だなと思ったし、一番私で変わったなって思う部分なんですけど、やっぱマスクの生活で目元だけしか笑ってないみたいな時期が本当にあって、その時期ってすごいここがなんかムンってなってたんですよ。だし普段全然笑わないから感情がないという、感情はあるけど感情がない、なんて言うんだろう、感情を表す表情が一個しかないみたいな状態で、すごい良くないなと思って、あの笑顔を増やすようになりました。結果口角が上がりました。これは結構時間かかるんですけど、意識して笑うようになってから口角上がったなって感じてます。パッて笑顔になる機会がなくなってて、なんか笑わないとか自分の性格とかって顔に出るよってお母さんにずっと言われてたので、そのコロナの時期ちょっと前とかまではすごい自分で鏡見てもちょっと怖い表情じゃないですけど、なんか無表情だったんですよ、すごく。で笑おうとしてもなんか毎一文字なんかまっすぐみたいな、口角が上がらずまっすぐみたいな感じで、ひどい時期ちょっとなんか口角下がってないみたいな時もあったぐらい、なんかずっと笑わないってあんまり良くないなって思って、それからちょっと意識的に口角を上げる意識をしながらたくさん笑うようにしました。でそうすると何がいいかって、まずさっきも言った通り口角が上がるってことと、あと話してる時に印象がいい印象がいいというか、なんか楽しいそうに見えるし、自分もなんか笑ってるからすごい楽しく感じてきて、なんか嫌なことあったとかストレス溜まってるとかもうなんか少なくなります。いろんな表情をすることによってすごいね、あのストレスがなくなって精神が安定しました。これが良いことだなと思います。基本大事だなって思ったのはここら辺なんですけど、細かいことで言うと、私の場合は前髪を作ったこととか眉毛を整えたことがちょっと関係してるのかなと思います。前髪は結構ファンの子に聞くとありなしで半々なんですよ、すっごい本当に半々なんですよ。ありが47でなしが53だったから、なんかアンケートした時に本当それぐらい半々なので、だからこれは本当好みによるので垢抜けに入ってるのかわからないんですけど、ただなんか髪の毛がアレンジしやすくなったっていうのはあるので、それもちょっと明るく変かなって思ってます。眉毛は私もともとちょっとクックっていうなんか山がある眉毛だったんですけど、それを平行眉にしたことでちょっとなんかね優しげな感じになりました。あとは日頃からね、あのちょっとポジティブに生きるのは大事かなと思います。すごい最後グダグダなんですけど、私的垢抜けたかなって思うポイントはそんな感じですね。これから中学生になるよとか、もうそろそろ高校生になるよとかの子で、今からでも全然遅くないので、なんかちょっとやってみようみたいな、例えば笑うとかって結構すぐできることだし、なんかポジティブになろうみたいなっていうのは結構少しずつやっていけることだと思うので、そのちょっとしたことから始めていくと高校生でいるみたいなできるかなと思います。皆さん、私が垢抜けたなって思うポイント他にもあったら教えてくださいということで、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。